こんにちは、ラゴ、こんにちは、みんなチャンネルのあやのです。今日は日本のコスメ、日本のプチプラコスメだけを使ったメイクをしてみたいと思います。最近は韓国や中国のコスメが流行りだして、韓国コスメとか中国コスメを使ってる方が多いと思うんですけれどもね、それでもやっぱりネットで買っちゃいけないって言われてて買えない人とか、私のとこもそうなんですけど、本当にドラッグストアでも売るように、韓国コスメ売るようになりましたっていう人もいるけど、やっぱ田舎の方になると売ってないよってなることが多いと思うんですよ。だからそういうのじゃなくて日本のコスメをよく買いますっていう方もいらっしゃるとは思うんですよ。そうなので、こんな感じでやってみたいと思います。なので日本のコスメもすごくいいのでね、今日は日本のコスメで、私パーソナルカラーブルベ冬なんですけど、イエベアキメイクをしてほしいっていうリクエストもいただいていたので、イエベアキっぽいメイクをしてみたいなと思います。くすむかくすまないかは分かりませんがとにかくやってみようという感じです。チャレンジです。はい、やっていきましょう。スタート。やっていきましょう。で、赤みがひどすぎるので、今日すっごい乾燥してて、一回今日ちょっと外出たんですけど、もっと顔が赤くなってしまい、はい、一度日焼け止めは塗ってるんですけど、もう落ちてるので、はい、日焼け止めから塗ります。ちょっとね、最近犬がねずっとね外向いて吠えてるの怖いです誰もいないのにずっとさ、窓から吠えてるからさ、なんか見えるんかなと思って怖いんですよね。わかります？ワンちゃんとか猫ちゃんとか、動物がお家にいる方はわかると思うんですけど、見えるって言いますからね、なんか嫌ですよね本当に。なんか今日すっごい顔がむくんでて、顔が痛いです。私顔むくむと顔痛くなるんですよ、謎に、うん、こことかね、マッサージとかしなくても痛いので、うん、で、コンシーラーはキャンメイクのこのコンシーラーを使っていきます。はい、私オレンジ使わず他の色を使ってで、ここら辺を塗ります。はい、本当にこのコンシーラーは本当にメイクさんでもよく使ってらっしゃるぐらいプチプラなのに優秀なコンシーラーなので、好みもあるとは思うんですけどはい、好みとか、うん、自分がどこを何を隠すかっていうのもあると思うんですけど、いると思うんですけど、こういうのって重いイメージあるじゃないですか、コンシーラー。でもね、これ重くないんです。はい。まあ、私こういう感じのやつの、なんていうの、こういう、何状っていうんだっけ。リキッド系じゃないの。こう固められてるやつ、私、資生堂とエクセルも持ってるんですけど。あと100均のものとか。うん。圧倒的にこれが、軽くて使いやすいので、はい、最近はよく使ってます、はい、私はもうどこもかしこもコンシーラーで塗っちゃう人なので、はい、で軽く手で叩き込んでいきます。ね、鼻にコンシーラーつけるとね、ちょっと鼻高くなる効果もあるので、ハイライトだけだとよれちゃってね、嫌だなって方はコンシーラーおすすめです。自分のトーンよりちょっと明るめとか、はい、暗い色じゃなくて明るめな色ですね。はい、で今日はちょっとね、自分にちょっと暗かったんですけど、実は多分ね、冬で白くなっちゃったっていうのもあると思うんですけど、このメディアのクリームファンデーション P0 の B1 番、明るいソフトな肌の色ですね。
はい、これはピンク味のあるピンクっぽいファンデーションなので、そう、私黄色っぽいファンデーションがどうしてもダメな肌なので、そうですね、はい、で私ほんと乾燥肌でやばい人なんですけど、これは本当に乾燥肌の方でも大丈夫なファンデーションなのでね、おすすめです。はい、で手で塗ったら、でね、お試しサイズがなんだっけ、ファミリーマート、コンビニ売ってるので、もしもう自分がこのファンデーション合うか合わないかどうなんていう方は、そういうお試しサイズで始めるのがいいかなと思います。はい、500円で売ってるのでね、安くないですか、500円って。お試しサイズが、まあ合わなかったらちょっと500円無駄にしちゃったなと思っちゃうかもしれないけど、はい、私はこのファンデーション好きだったのですぐ使い切っちゃって、はい、大きいフルサイズを買いました。うん、大丈夫だね、意外と大丈夫でした。はい、私はこんな感じで塗ります。はい、こんな感じ、あ、いい感じ、自分の肌に合ってた、大丈夫でした。はい、でこのエクセルの、サナエクセルのエクストラリッチパウダー02番使います。最近私これかチフレのパウダーを使ってます。うん、これね、モフモフなの。最近キャンメイクのなんかコスメデコルテに似たパウダーが出たって言ってたじゃない、聞いたんですけど、イオンに行った時めっちゃ置いてあったんですよ、出たばっかだったから。でも久しぶりに行ったら、あれ全部ないみたいな感じでした。はい、本当にこんな田舎でもすぐ売り切れちゃってるってことは、それは都会の方、都会の方だとすぐなくなるよね。ね。はい。このパウダーはツヤを残してくれるので好きです。私普段白めなパウダーが好きなんですけど、これピンク味があってちょっと元気が出ます、顔に、はい、なので顔に元気が欲しい方にもいいかなと思います。私パフもいいんですけど、私はブラシでパウダーつけるのが好きなので、はい、こんな感じ。眉毛最近今日かな、この撮った日に剃りました。はい、でまず眉毛をぼかします。でこの100均で売ってるダエンシンアイブロウのブラウンを使っていきます。これずっと使ってる、これ韓国なんですね、韓国で作られてるらしいです。もうずっと、私中学生、中3の時にメイク始めたんですけど、その時からずっと使ってるけど、うん、そんな持ちが悪いとかもないので、私は使いやすいなと思って使ってます。私いつもダークブラウン使ってるんですけど、はい、今日はイエビさんカラーってことで、はい、ちょっとくちゅーちょっとくちゅーちょっとくちゅーちょっとこうやって塗っていって、こんな感じで、で一回ぼかして、出たよ出たよ、ヘヘ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 ヘ
で、このユアグラムの、アイブロウパウダーの BR1 番を使っていきます。このパウダーも私はこっちよりもうちょっと暗めな、黄色みが少なめの方をよく使うんですけど、今日は、イエベメイクということで、ちょっと、黄色みを足します。はい。私イエベ春さんの色は合わないんですけど、秋のカラーは、まあ、春さん用のは大丈夫なので、はい、って感じで、こんな感じで眉毛を染めまして、こんな感じしたら、そのままこれを使って、この一番明るい色をブラシにとってノーズシャドウに入れていきます。なんかね、イエベ感のある服が欲しいなと思ったんだけど、全然持ってなかったんですよね。一個あるんですけど、前のイエベ秋メイクの時に使った洋服だったので、だから普通のパーカーを着てきました。うん、ちょっとやりすぎちゃったか。はい、普段こんなにやりすぎた感もないんですけど、自分の肌に合ってないのかもしれない。ちょっと黄色く浮いてる気がするっちゃ気がする。わかるかな。うん、はい、こんな感じ。はい、そしたらアイメイクに行きます。はい、アイメイクはこちらリンメルのロイヤルヴィンテージアイズの14番ですね。これを使っていきます。こんな感じの色です。実はこれお姉ちゃんにあげたんですけど、借りてきました。はい、では塗っていきたいと思います。どうしようかな、どうするべきなんだろう。まずこのベースカラーをまぶたに塗っていきたいと思います。この14番一時期流行ったというか、私が見てたビューティー YouTuber さんたちは使ってたアイシャドウパレットだったので、自分も欲しいと思って買ったんですけど、その方たちみたいな感じで似合わなくて、そう、なんで似合わないんだろうって思ってたら、パーソナルカラーがちょっと関係してましたっていう。はい、こんな感じです。そしたらどうしようかな、このテラコッタ色を二重幅まぶたに塗っていきます。はい、これはテラコッタカラーなので、はい、まあこの色は多分このこれから春になるよっていう、まあ春か、春よりは秋っぽい色味だけど、うん、でもさ、パーソナルカラーに合わせてメイクってなると、その季節の色になっちゃうよね。冬のメイク、冬のカラー使えば冬っぽくなるし、秋カラー使えば秋になっちゃうしみたいな。でもパーソナルカラーに寄せちゃうとその季節になっちゃうよね。でもね、私ほんと春がダメだからね、青みピンクじゃないけど、なんて言ったらいいんだろう、ああいうふわふわとしたピンクとかダメなんで、私ピンク全体的にあんま似合わない人なんですけど、はい、こんな感じで残った色は下に塗ります。こんな感じです。そしたらどうしようかな、ここの色、こ
この色をこのオレンジの上に重ねていきます。やっぱ指焼きカラー使うとさ、なんか結構あったかい色が多いっていうのもあるけどさ、目大きく見えますよね。なんて言ったらいいかわかんないけど、はい、これは下側に塗っておきます。ここら辺にね。はい、そしたらしめ色を塗っていきます。はい、このしめ色そんな濃いしめ色じゃないので、私普段しめ色はここら辺から結構端から塗るタイプなんですけど、はい、これ結構グラデーションがしやすいようなそんなパレットになってるので、ここら辺から塗っても大丈夫かなっていうことで、ここら辺からこうやって塗ります。ちょっとくたったったん、なんか最近はブルベさんから出るようになったけどさ、やっぱブルベより指カラーの方が人気だよね。お店とか行くと思うけどね。でこのハイライトカラーをつけて涙袋につけていきます。ピーピー言ってる。私の周り住宅街っていうのかな、住宅街違う、家が多いのでね、宅急便とかが結構来るのではい、こんな感じです。いい感じで、アイライナー引いていくんですけど、アイライナーはマスカラか、マスカラつけていくんですけど、まずビューラーでちょっとだけ上げて、私メイクするとき、マスカラ塗るときもあれば塗らないときもある。結構なんかまつげってさ、マスカラつけすぎるとさ抜けちゃったりとかしてさ、ダメだからあんま塗らないようにはしてるんですけど今日は塗ります。今日は D アップさんです。 D アップさんのパーフェクトエクステンションマスカラ、多分これロン毛の方だと、ロン毛の方だと思います。はい、私はまつげはナチュラルにしてほしいので、ボリュームだとやっぱ派手になっちゃったりするから、私はロング派です。はい、こんな感じでつけてもそんな派手にならないですよ。で下側にもほんの少しシュッとシュッと、ちょっとね、やっぱ日本のコスメ使うと、韓国メイク好きな方とかだったらね、韓国っぽさがなくなっちゃうんですけど、うん、でも十分イエベメイクはできると思う。ブルベメイクよりはいけると思ってるでこの D アップさん、また D アップなんですけど、リアップさんの、リキッドアイライナーの、ブラウンブラックです。ブラウンブラックとブラックブラウンの違いって何なんだろう。こんな感じで
あれ、ちょっとこっち上げすぎちゃったかも。大丈夫だ。多分大丈夫だよね。はい。なんかピースみたいになってる。先っちょか。あとで綿棒で取っておきます。はい。って感じで、アイメイクはこんな感じですね。うん。目が大きく見える、このアイシャドウ。すごいね。うん。やっぱね、めっちゃぼえ、何？老けるとかはないけど、ちょっとくすんじゃってるかもしんないんだけど、でも全然いける。綺麗なアイシャドウです。で、ハイライトはいつものやつです。かわいいよね。かわいいじゃないや。綺麗だよね。なんか全然減らなくない？このハイライト。私だけ？結構コスパいいですよね、これ。発色がいいからさ、ちょっと塗るだけでいいからさ、ほら、ちょっとだけ塗ればいいからさ、なんかこのブラシだとつきすぎちゃうっていう人いるけど、しっかりと蓋でこうやって落とせば全然いけます。ほら、いけるいける。で、私は顎が出てないな、出てなさすぎて逆にあれなので、顎が欲しいので、こうやって顎にハイライト入れて、本当はね、ここにシェーディング入れた方が出てるように見えるらしいんですけど、私は好きじゃなかったので、そのやり方は。はい、てかこんな感じです。で、最後リップ。私チークつけないのでリップをつけます。これはね、これ持ってる人はあんま見かけないんだけど、私イエベカラーといえば504番だっけな、より私407番がイエベアキさんにぴったりだなと思うんですよね。これをブラシで塗ろうかな。いや、ちょんちょんちょんって塗ろうかな。うん、これは叩いてやります。これ買って結構経っちゃってるから、正直買い替えた方がいいとは思うんですけど、うん、可愛くて捨てれない。そう、コスメって使い切れないよね、なかなか。本当に、一本のアイシャドウをずっと使い続ける人は使い切れると思うけど、私はいろんなアイシャドウとか、リップとかを、毎日コロコロ変えてメイクする方なので、いらないんですよね。はい、でも毎日使ってる人でも減らない人は減らないと思うので、ちっちゃくちっちゃっちゃ、はい、ちっちゃく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 ちっちゃ、いい感じです、色。なんか、おとなしくない？なんか、本当に、秋メイクみたいになっちゃってる。イエベアキさんカラーを使ってるから。うん。うん。いいんじゃない？こんな感じでーす。じゃじゃじゃーん。はい。うん。いいんじゃない？意外と私は指輪キカラーが似合うってことが分かりました。
まあセカンドが言えるわけだからだと思うんですけど、はい、こんな感じです。もうちょっとオレンジ味が強いとか、ちょっと黄色っぽい、黄色味が強いものだと私でも顔色悪くなっちゃうことが多いんですけど、この色はねそんなオレンジオレンジじゃなくて赤みがある、赤とブラウンとオレンジがちょっと混ざったかなっていう感じの色だから、ブルベの私でもまだ使いやすい色ですなのでよく使ってます。あとこの407番と406番っていうブルベカラーがあるんですけど、それを混ぜて使うこともよくあります。なのでね、買ってみてください。セダンヌってすごいよね、こんなに綺麗な色多いのに安いからね。はい、ということで今日は日本のプチプラコスメだけを使った、イエベアキメイク、日本コスメ、プチプラコスメ縛りでの、イエベアキメイクをしてみました。TikTok の方でイエベアキメイクをしてほしいというリクエストもいただいていたので、はい、こんな感じでプチプラコスメプラスイエベアキっていうのをテーマに今日はメイクさせていただきました。はい。ぜひね、セカンドがイエベアキさんとかだったの方でも多分いけるメイクだとは思うので、ぜひやっていただけたらなと思います。はい、私はカラコンがつけれないんですよ。だからカラコンとかつけたらもっともっと綺麗なメイクになるんじゃないでしょうか。ということで今日のメイク少しでも良かったなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。みんなチャンネルのエンでした。また見てね。次の動画で会おうね。バイバーイ。